皆さんこんにちは、潜伏屋宗介スタッフ鈴木です。今回はいつも仕立てでお世話になっている方に、半襟の付け方をちょっと教えてもらいたいと思います。はい、で私もちょっとまだまだ半襟の付け方がうまくいかなくって、ちょっとなみなみとシワが寄ったりとかするんですけれど、今日はそのあたりコツをぜひ教えていただければと思います。はい、よろしくお願いします。はい、よろしく。はい、はい、まあ、とりあえず使用分で、はい、明日着ならん、はい、掛け替えならん、大変やっていうような感じで、はい、私用の半襟の付け方をします、はいはい、商品じゃなしにね、自分が着ます、自分が使いますっていうような形、本当に私が普段つけるような、そんなやつ、そう、はい、自分の出した金なら、はい、掛け替えなら大変やっていうような感じ。はい、まず第一、このお着物、このお襦袢に掛け替えます。はい、で次かえあのつける半襟です、はい、これはもう外しますか。どう、もうこれはちょっと外して向こう向いてしまってしまうんだけど、ボロボロです。もうこれは変えないといけない範囲ですよね。前日になってあっていう、いうようなことがよくありますね。やっぱり変えとこうとかね、はい、あれでいけるかなと思ったけど、やっぱり汚れてるわ、カンカンってな感じで、そういう時に限って時間がない、そういうことは多々あります。なかったりとか、アイロン入ってますか。はい、アイロン今中で、あ、中で入ってます。大丈夫ですか。はい、はい、裏もありますよ。裏もありますよね。ごめんね。はい、で糸は綺麗に取っておいた方が、次かける半襟の色が薄いから、はいはい、その黒いのが残ってたら中で出来上がってから、あ、しまった、なんか透けて目立つっていうようなことですね。目立つっていうようなことがあります。隅っこが、すいません、隅っこちょっとやっていただいていいですか。ぴったりでも、はい、いりません。はい、あ、ごめん、大丈夫だ。大丈夫です。はい、はい、はい、そしたら取りました、はい。やっぱりあっちが縮んだり、こっちが縮んだりしてます。はい、貸してくださいね。はい、どうぞ。これは当て布しなくて大丈夫。もう隠れるとこですので。襟元ってちょっとシワが寄るんですね。半襟のその下の部分に。そう、もう何回も着てたら、はい、汗もだから一番こう縮むとこでこう寄ってくるね。はい、寄りますよね、うん。やっぱりそこは綺麗に伸ばした状態でこう半襟。伸ばしておく方がそれはベストです。すごいやっぱ綺麗に。はい。ここが中心です。はい、わかりますね。はい、中心に待ち針を打つ。はい、はい、これも中心。かける半襟の中心ですね。これが中心に待ち針。はい。はい、で裏表、はい、誰がどっちが表かな、どっちが裏かな。はい、こっちが表です。表です。表、こっちが表ですか。表ですね。表です。はい。はい、そしたらそれはまあ確かめてあれですけど、はい、これはたまたま他のちょっと品物の残布で、もともと正規の半襟じゃないです。そうですね、この柄を使いたいっていうような感じでこれを使います。はい、長さも幅もちょっと特殊です。はい、普通の半襟まで長さはないと思います。はいはい、でこれを中心のところに持ってきます。これが中心でしたね。合わせて、はい、せやけどもこれが下前ですね。わかるね、下前。下前、はい、はい、こっちが上前。上前、はい、どっちかと言ったら上前の方が大事です。はい、ちょっと
っていうのをこっち上前の方に基準を置いてちょっとずらしました、2センチ、はいはい、っていうのはこれが正規の範囲じゃないから、はい、本当は長さがあと2寸ずつぐらいあったらベストやけども、うんうん、ちょっとずらしました。これは特殊な場合です、はい、そして幅も特殊です。普通でしたらこういうな感じで折り込んで、うん、折り込んでちょっと中心を多い目に折り込んで、はい、徐々にこういう感じでいくようにしますけども、はい、これはもう耳を使います、はい、幅も生地幅もね狭いからこういうふうに使います。そして半襟で一番肝心なのは中心から肩周り、はい、肩周りここの袖付けの襟ぐりのとこ、はい、でそこから1寸から2寸ぐらいまでが一番大事。1寸2寸までとなると1寸2寸来た時にどのそうそうここの肩脇からこう曲がるでしょ、回るでしょ、はい、さっき見本見せたな、それでよく分かる。こっちですか、はい、これのここ地盤の形っていうのはこうでしょ、はい、こうでしょ、この中心からここ、ここから1寸から2寸ぐらいが一番大事です。こう入ってしまったら、それほどここは気にしなくていいけど、一番大事なところ、ここ。ここまで。うん、2寸ぐらいのとこね。っていうことは、これが、ここがちょうど肩脇のとこです。で、ここにしっかりめ、ちょっと引っ張り目に、ちょっときついかなっていうぐらいに、待ち針を打ちます、はい、そしてさっき言ったように1寸から2寸までが一番大事やというのでちょっと引っ張りちょっときついかなっていうぐらいで感じ で、はい、でここもそういう風にして上前のとこも一番大事なとこを打ちます。で1寸2寸1尺1寸2寸で、あとはちなみになんですけど、うん、私自分でどうしてもいつもうまくできないのが、うん、ここのちょっと引っ張るっていうのは本当にちょこっとだけでいいですか？本当にちょこっとで、それはもっと細かく正規で言えば、はい、生地とか本体の生地、はい、もうこれはもう何回も洗ってるから縮まないや、はい、やろ、はい、そんなに縮まないや、もうまだ新品とかでこう縮んだりとかするときは、そうそう、まだ縮みがあるときはこっちが縮む可能性がある、はい、の半襟はそれに縮まないとかいろんなことがあるから、はい、あとはもう適当にちょっと打っときます、待ち針を。ちょっと癖、本当は真正面ね、あ、襟に対して直角にいいですね、直角が間違いないかな、はい、これもこういう感じでします。はい、これでおおよそ、あんまりこう、これは後で、こっちは後でするから、はい、ちょっと置いておいたり、はい、あんまりたくさん折ったら引っ掛けたり、はい、血が出たりする可能性があるから、はい、ちょっとあれです。はい、刺しますね。で、たまたま私はこういうの重みがあるからここで重みを置いて、はい、こうして引っ張りながら、何もなかったら、はい、しにくいでしょ、しにくいです、しにくいでしょ、いつもなんかこうどうしようと思うやろ、うん、それから、はい、たまたまこういう用具があったらいいけども、はい、なかったらこういうのをこしらえて自分で、あ、洗濯バサミとかでも、うん、洗濯バサミはでも何を言ったらね、肩がつくかもわからないけど、でも自分の分野し、少々こうして挟んだ時に肩がついても構わへんというふうにやったら洗濯バサミでいいの、はい、そしてこの長さは自分で調整したで、はい、な、これがなかったら椅子の足とかなんかあるやつ、はい、そういうのに引っ掛けて、とりあえずここがぐらぐら動かないように固定をする、引っ張った状態で、引っ張った状態、それがしやすい、ね、しやすい、ほんで針ももう自分の慣れた針、はい、何番がこのせんならんとか、ないな、あの絹やからもっと細いのとかじゃなしに、はい、あんまり細い短い針やと指の中でもうどっか迷子になってしまう針が、はい、それからちょっと太い目でもいい、そしてこういう風にしてさあ準備できました、はい、そしたら本当は全部こっちからこういう風にして縫っていく形もあります、はい、中心からこういう風に縫って、はい、ひっくり返して、わかる？
くり返し、ひっくり返して、でまたこういうふうに、これが正規。正規。わかる。一番こう教科書通りの流れ、そうそうそう流れ方ですよね。こういうふうに切るんやから、はい、こういうふうに塗ってやらなあかん。シワというかなんかたるみをもう先に流すようにして、たるみ防止のためにこういうふうに切るんやから中心からこう、中心からこう。はい、ですけども、そんな大変な時にあっち向けたりこっち向けたり、もう焦ってんのに大変でしょ。だからそんなことのないようにもう今重みにします。はい、重みで、はい、これでもいいです。これいいですね。そして持って中心、この場合はもう中心じゃなしに一番大事やって言ったんや、はい、2寸ぐらい、はい、2寸ぐらい、そこからスタートします。とりあえずっていうのはこういかない代わりに最低限のとこから始めるっていうことは、こっちから乗ってきたらちょっとずつちょっとずつちょっとずつ何歩引っ張っててもこういうふうにしてダブってくる可能性があり、それをちょっとでも少なくするためにこちらからこういうふうにして塗って、こうやって入れて、ダブつきを出したくないところを出したくないで、出したらあかんな本当はな、襟は。でこういう風にして見えないところで結び目を入れて、この辺、ここのこの襟な、襟芯、この襟芯をすくう、襟芯をすくう、端のあの縫い目、縫い代みたいな、縫い代みたいなところでいいのよ。耳になってるところですね、うん、こういう風にして5分ぐらいから3分から5分ぐらいの縫い目で押さえていきます、はい、押さえますね。ここ、これも、ここ、これもすくわなあかんやの、はい、これにつけんやから半襟を、耳のところですね、うん、見えてますかね、ここ、うん、これに、これに半襟をつけなあかんわけや、はい、この台の、ね、台の部分ですよね、襟の、そうそう、そうやから、こういう風にして持って引っ張りながら、うん、針を通していく。あ、待ち針ね。待ち針がね、たくさんあると引っかかる可能性が。そこが接中心ですよね。うん、ここで5分ずつぐらい。これは男もんやから、それほど気にしなくてもいいな。すいません、さっきはどれくらいの幅でしたっけ。大体5分ずつぐらいの感じで、全部5分ずつぐらい、うんうんうん、これ女物だとまたちょっと細かめにした方がいいですよね。細かい目にしてもいいし、本当はもっとこっちギリギリこの辺を縫う、本当はな、この辺をでも男もんやし、それほど気にしなくても、まあ、ね、こうしつけていきます。ここはひたすら、うん、ひたすらでも目があんまり出ないように、そしてちゃんと引っ張りながら、うん、そう、こうして、ここで本当はこういうふうにして、本当はこういうふうにして、なんかクククククって言うんだけども、一目ずつ、はい、これでこっち、そうですよね、焦ってる時ほど一つずつ丁寧にした方が、ここやな、感じなところな、赤い待ち針ですね、はい、大切なところか、いらん待ち針は抜けます、はい、引っかかる元です。本当はこういくんやけども、で一番大事なところがこれで、うん、こっち抜いて、もうちょっとこっち来てね、はい、っていう感じで、うん、これでもいいし、これでもいいし、
というところです。とにかく押さえておく、うん、でまあ肝心なところは、はい、まあまあこれで五分ぐらいの目でとっとっとつけていきました、はい、もうここからは別にもうその必ず五分とか三分とかその気にしなくてもおおよそ寝る。これ裏の糸はどこを通ってるんですか。通っててもいい、隠れるから後で。それはあんまり気にしなくていいですね。しなくていいです。わかりました。黙々とですね、うん、そして一番端っこ、はい、商品なんかはちゃんとこうしてつけるまでに、はいはい、縫い代でこうしてあの耳の切りっぱなしのところは中に入れて、うん、ちょっと縫っとくんやけども、最初に端の処理しますよね。そう、最初にしとくのもいいんやけども、もうそんなんいいです、自分の分は、はい、言ってられます一番出るところが大事ですもんね。そう、ほんで出るとこでないし、押してのあれ、はい、かさばらない、ちょっとでも。あ、そして最後になりました、はい、最後になったらこっちから逆から、逆から、うん、押してしっかり止めるね、はい、止めるっていう感じ。2、3回ぐらいでいいですか、うん、そこは。いうことはここでこうして止まったや、はい、うん、あの端が、はい、止まりました。ペラペラと来ないですね、はい。で玉止めですか。はい、いいえ、何止めでも、何止めでも、はい、結んでください。はい、そしてさっきの残りです。こっち、はい、ね。っていうのは本当はこっちからつけんやけども、はい、そんなことしてしなくてもいいです。こういう風にして。ちょっと引っ張り気味をちょっと強くした感じで、っていうのはこっからこう運んでいくんやから、うん、はい、こういうふうになりがちやん、はい、そこでたまりやすいですよね。せいから、うん、たまらないように引っ張り気味、はい、でこれもさっきと同じで始め何回かこうくるくる、うん、何回か、そう、これでやってみようか、どういう感じになるか。ん、じゃあ一番ちょっと力を強めに引っ張るのは今の部分が一番強めに、待ち針打つ時に一番最初にちょっと引っ張り目、はい、引っ張り気味っていうのを頭に置いといてつけたりと、はい、特にそこは、うん、ここはそんなに粗い目でもいいです。いや、細かくするって言ったら細かくでもいいですで、ここまで来たらもうね、引っ掛けたら怖いから、もう大丈夫となったら待ち針を抜いてちゃんと戻しましょう。これで最初のとこに来ました。とこまで、うん、もうここで止めといたらいいです。はい、ここ出ないところですもんね、着物着て、うん、はい、はい、これで表はつきました。はい、そしたら今度こういうふうに持ってきます。はい、そう、ちょっと掃除をしてちょっと掃除をして、はい、折ってこういう風にして長さを測ってだらだら浮かないように、わかる、浮かないように、ここがぴったりくるようにですね、ゴボゴボしないようにね、はい、
土台になるほどのこのビリと、はい、そしてまあ言ったら絶対にこうならない、こうならない、はい、まっすぐに、まっすぐにこうして、あ、ここでちょうどやな、この柄ぐらいやなっていうのが分かりました、はい、でここで初めてあの待ち針を打ちます、はい、でもこれは個人の分でなと思う時は、はい、ここでギリギリこの襟芯のとこギリギリ折ると、はいはい、本体のおじばんのここが汚れます。あ、このそうここ地のところですね、もうギリギリ身ごろが汚れてきます、はい、そうし、ちょっとおじばんの幅よりかちょっと広い目、糸1本か2本ぐらい向こうまで出します、はい、ごくわずかですね、うん、そんなごくっていうことは、この身頃のギリギリのとこが汚れないように、はい、半襟が汚れるのは変えられます、はい、身頃が汚れるのは大変です、えらいこで、こういう風にして打ちます。全体的に、じゃあそのそう、襟のひっつくところ、ここひっつくところ、はい、あとはもう普通でいいです。ここがちょうどね、さっき言った肩、汚れやすいところはっていうことですね。そうそうそう、表に糸目が出て、こっちにね糸目が出たって、はい、これでかぶせるからそれほど気にしなくてもいいです。商品じゃないないから、自分の分やから、もうそんなん言うてられません。よいしょ、なんで本当にね、この本体の生地が汚れないように、はい、半襟は汚れても付け替えられるからだけど、ちょっと出気味にひと、うん、工夫です。本体が汚れないっていう意味で、まあ、未知識ですね、うん、そう、未知識ですよ、未知識、ゴミが。確かに私今までその半襟を土台の部分よりも内側に、うん、内側やろ、はい、っていうことは、そういう人もやはんねん、あのつけやすいし、ところが、はい、やっぱりもうおじばん自体が汚れたらえらいことやんか、そうですね、半襟がないよったら変えられるために半襟をつけんやから、はい、ね、なんかどうしてもこう女性女物だとこう襟芯を入れるじゃないですか、そう、うん、で襟芯がこう動かないようにと思って、うん、あえてこう狭く半襟付けをしちゃったりとかしてたんですけど、うん、でも反対にそれがそのちょっとのことで、はい、その襟芯が入らない入らないっていうこともありますよ、はいはい、縫い直しました、そうだろ縫い直したことがあります、そうやろ入らへんのこと、あれきついっていうこともこれにもっと入れておいてください、はい、どれぐらいですかね、同じぐらい、ずーっと長さ、ずーっと長い感じ、1メーターぐらい、はい、はい、さっきの残りから、さっきの残りを置いておきます、皿からいきます、あとあの糸をこれなんていうんですか、しごくっていうんですか、最初使う前にあの、うん、こうピンピンってあの、うん、プロの方がするじゃないですか、あれはね、あれはね、なんでピンピンとするようたら、はい、カード糸、カードこれカード糸ってカードこのカードに巻いてあるから、はいはい、角ができるんです、あ、はい、あのこう、うん、巻きんでカクカクとあれあったやろ、こんな感じですよね、そうそう、それが、うん、知らんてる間に結べる、あ、よってここがっていうことは通らない、はい、だから通らないようにするためにこの角をカクカクの角をなくすためにペンペンペンってしたなくなってるよ、すごい、なんでここですっと寄ってるのをほらクリクリとよりが普通に自然になるでしょ、はい、これで、あ、まっすぐになりました、うん、そう、このカードが結びも問題の種やね、これをピンピンピンどんなやり方でもいいよ、ちょっとあんまりペンペンペンすんのもよくないっていう人もいはるけど、はい、っ
ということです。角が取れる程度にこう押しておくといいってことですね、うん、こうやろ、こうして、はい、結んである今度でビーッと寄ってる部分はこっち来てください、はい、クリクリクリって元に戻って、揉めない揉めないためにこうする、はいはい、糸は OK です。次いきます、はい、裏側、さっきと一緒の、はい、同じように同じようにこの辺からスタートします。襟肩木から、うん、2寸ぐらいぐらいのところからいきます、はい、いらん糸はせいぜい中に入れる、見えないように。でここは内側は表よりかはちょっと細かい目、五分までぐらいで、五分ぐらいまでの目で繰り返しいきます。でここは一番肝心なところで、あの細かい目に塗った方が、はい、というのはこう外は張るけども、はい、中はたるんでくるやん、はい、差があるから、内輪差の差があるから、はい、それからちょっと細かい目にちょっと押さえていきます、はい、一番そこであの生地がたるみやすい部分ですよね、うん、でもまあこれはまだな、男もんはでもそれほどそんなことは気にしなくていい、襟抜かないですね、男の人はさ抜いたりして着いひんや、はい、パッとひっつけて着せるでしょ、はい、女性はそこが顕著に出ますよね、うん、ちなみにあの半襟なんですけれど、うん、なんかこう縫う前にアイロンでこう癖をつけておいた方が、それはそれははい、それはね、これは今つけてる分は丈も幅も足らなかったから、そういうようなことをするっていうことはなかったけども、普通のちゃんと正規の市販の半襟でする場合はちょっとまたそれを言いますね、はい、またで必ず体の前でやるようにした方がいいですね、本当な正面な、あともっとあの大変な人で大変な時に、はい、あの明日どうでも気にならん、いや明日やったらまたいいけど、はい、今日から今着ていくのに着たらちょっとやっぱし汚れてるし、はい、着替えんならん、着るの取り替えようというようなこともあり、大いにありやん、はい、言うてられへんやん、その立って、あの立ってまあそうやなっていうような感じのことってあるやん、入りてそうやん、もうこのままで行こうと思ったけど、やっぱりあの一回来たとこ汚れ目立つわと思ったら、内側は、縫い目は全部その5分以内ぐらい、もうそう全然気にしなくていい、裏やからここだけをちょっと細かい本当の肩と裏とその辺をそう、あの襟ぐりを細かい目にして、あとはそれ以外はまた、はい、同じ外、表と同じでまた幅広めでも大丈夫、うん、これも最後一緒な、こう最後何回かして止めとこう、でこの残りがね、さっき、はい、こっちの残り、はい、今回はここから肝心なとこから向こうに行ったけども、はい、もう慣れてピンもちゃんとしっかり待ち針も打てたとなったらこちらからスタートしてもいいんやけども、まあ、経験であやっぱりたるみがここの辺で出たわっていう時はこの辺からスタートして、もうこれ以上こっちに行かないっていうことで
どういう理屈かわかるな。たるみが、うん、たるみ、こういうことはこっちにこっちにたるみがたるみ、はい、どん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 寄っていっちゃう、それからこの辺はもう置いといてこっちからスタートした。でももう慣れてピンの待ち針の打ち方とか自分のこれがもう慣れてきたら一番最初からこっちからスタートしてもいい。もう全部こう一気に塗ってしまうことですね。そんだけたくさん入りを付け替える、はい、カツカツいけるかないうところで。こういう時のカツカツの時って最後の玉止めはどうするんですか。最後何、最後の玉止め糸が短いじゃないですか、うん、そういう時ってどうやって、なんか上手にしはるね、本当はちゃんとやり方はあるんやけど、どうしましょういう時ありやん。あります。これで止めたいのに、そうそうなんです、あ糸玉ができないっていう時、はいこれで、はい残り5-6センチ、こうしてこれでこっちで取って取って、あ結べてない、これでこれちょっとごっつい目が出てるけど、ちょっとはいこういう感じでつきました。これは余分な糸ですよね。ちょっと出てるの、あますな、切っといて、切っといていいですか。目は荒いですけど一応ついてます。きれいに処理して、はいこれで、はい、ちょっと上前の方が長くなってます、はい、何でもそうです。こっちは隠れるから上前の方が覗いているからんからちょっと長くしてる、こういう差があります。でもそれなりについてます。糸はちょっと目は荒いか知らんけどこういう感じです。これが一番どうでしょう。これが男もんです。はい、女もんはちょっと様子が変わってきます、はい、注意するところは、はい、ここは一緒です、はい、ここも言うたことは一緒です、はい、襟ぐりは、はい、でここも一緒です。たださっきおっしゃったように、はい、襟芯を入れな、はい、っていうことはここここ、うん、こここういうふうにして上から塗ってますね、はい、最後の仕上げ上からこうして塗ってるやん。ところが女もんは襟芯をこれでもう2分狭くなりやん、わかる、襟芯を入れよう思ったら2分、そうですね、ここそうでしょ、うん、この幅が、はい、襟芯を入れて、あ、はい、ここで引っかかって入らないっていうようなことも、はい、そういう時にはここを縫っていきます。あ、もう折り目のところ、そう、折り目の中側を、この中側をこことここと縫っていく。折り目の、うん、内側、なんまあギリギリでもいいよ、折り返した部分、うんうん、もうギリギリのところでもいい、ここギリギリのところをこうして縫っていく。そうすると一部二部がまたそれで変わってくる、はい、ということはそれで襟芯が入るっていうようなこと、はい、そして極端な話、はい、女もんは
襟を抜きます、はい、どうしても抜きますということは、抜いた時にこうしたら見える、ここから見える、はい、襟がこうして見える、はい、っていう時はここにポチポチと糸目が分かりん、はい、だから中を縫う、この今言ったように中に折り込んだ部分を、そうそうそう、この中裏からこう細かく縫って細かく縫う、はい、っていうのことです。じゃあ見えるのはもう本当にあれですよ、ね、抜く線の襟肩開き部分、うん、だけですね、中心、襟肩空き部分のこの丸くなったところ、曲がるところのとこがやっぱし一番感じで、細かく縫う、うん、そうかといって細かく縫いすぎて、はい、波打つっていうこともあるから、はい、その辺を気をつける。どうしても外側はピッと張りたい、はい、でも張った分だけ中がシワが寄るっていうのが普通やん、はいはい、道理で、はい、その辺をちょっとこうバランスよくしていかんならんかなと思う。じゃあなんかこう表にシワが出ないようにしたいから、うん、こうどうしても外側を強く張りやすいんですけど、そうそうそう、張りやすい、その分内側が当然物理的に言ったらシワになる、はい、なってる、はい、それを一時一箇所に集めないで、内側をな、この内側を一箇所に集めないで、はい、ちょっとずつちょっとずつ分散していくような自分の張り加減で縫っていく。経験もうそうよ、経験やね、まあ、何回もやってるうちに、ね、あこの包丁で、はい、おじばはね、脱ぐ時、はい、まあ今日一日頑張ってきたわって脱ぐ時に、はい、どこが問題やったかいうのが分かる、脱ぐ時に、脱ぐ時ですか、うん、あそこシワがいってる、イランシワがいってる、何やったんやろ、どうやろ、脱ぐ時っていうのは割と大事です、はい、でもっと極端なこと言ったら、これがピンとしときたいためにここだけちょっと止めましょうっていう方法もある、わかる、この輪が、はい、輪のとこが一番肝心な、ここピンとさせるところ、ね、これをクックックッとできるだけ張って持って、あっちも裏も表も一緒にこうちょっと止める、安全ピンで止めといてもいいですか、いやあかん安全ピンなんかずれるやん、何のために引っ張るかって言ったらずれないために、はい、引っ張りたいためにピンポイントで行って、そうそうそう、ここでクックックと固い目にここと一緒や、ここと一緒のようにクックと止めといたら、はい、ここが張る、張る、ピッと、はあ、裏技ですね、ということです。ちょっと影になるか、影になるか、はい、こんな感じです、こんな感じです、なんかちょっと直さない、染み落とししないとダメ、ね、映ってたら後でなんか塗り直さになるとかあるかなと思って見てんねん、ほら外れてるやろ